この謎を解けば患者さんや現場の負担も少なくなるか。ああ、その目つき、やる気だね、父さん。ああ、人の役に立つならやらないわけにはいかないな。ちょっと寒いな。サーバールームは高温多湿に弱いから常にこれくらいの温度にしておくんだよ。春吉は寒くないのか？うん、まあしばらくなら。あんまり強がるなよ。寒くなったら上着貸すからな。それで事務局長さん、先ほどの謎解きですが、もう一度見せていただけますか？文字が書いてあるだけだな。普通なら問題と図やなんやらが書いてあるもんだな。とりあえず答えが3桁の数字なのは確実だね。うん、だけどそれ以外に。あ、分かったか、有吉。問題をよく読んで、父さん。隠れてるものがあるよ。小学校で勉強すること。広く清潔な病院、システムを発掘した。広く発掘。ああ、そう、文章の中に九九が隠されているんだよ。それを探し出してその答えを全部合計すればいいのか。その答えをここにある端末に入れればいいんですね、事務局長さん。なんだって？さっきの侵入者とグルだったのか。あなたも議員のカルテのデータを盗もうとしたんですか？いや、この男はそんなものに用はないはずだ。表に出してはいけない記録。違うか？診察の時、先生のパソコンの様子がいつもと違ったから、会計待ちの間ちょっと調べたんだけどさ。ああ、そういえばいつも持ち歩いてるやつでなんかカタカタやってたな。ああ、これだ。一見匿名の罵詈雑言だけど、よく見ると病院付属の大学の IP でリー君が書き込んである。隠さなきゃならない薬のデータがあったんだろう。いけないお薬の横流しかな。俺は転院を検討しないといけないな。じゃあさっき事務室で縛り上げた男は、この本命データを消すためのおとりだろうね。そんなことペラペラ喋っていいのかな。このサーバールームはセキュリティのため電波遮断してるみたいだけど、ドローンが全てを録画してる。あなたに逃れる術はないと思うけど。ねえ、トランチャだが自分たちがいる。探偵局や裁判所で先生の上証言を行えば。クズ野郎、何するんだ、やめろよ。あ、春吉、舐めたことしてくれるよね。と、はい、確保。大丈夫だったか、春。平気。父さんに教わった護身術、本当に役に立つね。しっかり気絶させちゃったけど、これ大丈夫かな。ああ、ちょうどいい正当防衛さ。でも彼もお前も怪我がないか、後で先生に見てもらうぞ。分かってるよ。本当に父さんは心配性だな。そうだ、
空気薄くなっちゃうから変なトラップ解除しないと。セキュリティコードは多分事務局長の ID でこんな感じかな。うん、合ってたみたいだな。よくわかったな、さすが春吉。よし、父さんはこいつを縛っておくから、システムのロック解除のパスワードは頼んだぞ。あ、任せて。ついでにシステムがどうなってるかちょっと見てみるか。スタンドアロンとはいえどこかに向けよう。春吉、余計なことはするなよな。え、何のこと。さて、これでよしと。そうだ、父さん、記録もちゃんと取れてるから安心して。え、ドローンは落とされただろう。僕のペンダント超小型のカメラになってるんだ。ほら、ここペンダントってこれ冬美の指輪。指輪じゃなくてバチカンの方だよ。母さんが僕たちを守っててくれるようにつけておいたけど役に立ったみたいな。お前最高の息子だよ春吉。父さん、苦しい苦しいって。これで病院のシステムは元に戻るだろうから、患者も先生もスタッフの皆さんも安心だね。よくやったな春吉。僕だけじゃどうにもならなかったよ。父さんがいてくれたから事件は解決できたんだ。じゃあ二人で解決ってことだな。そういうことになるね。おっと、そうだ、登録ナンバー 29M004、 さっさ探偵事務所のネズミ、病院内のデータを消去しようとした人物を確保。違法な薬物の横流しの疑いあり、背後関係の洗い出しが必要と。これで録画データを後で探偵局に渡せば一件落着だな。お前まだ後輩気分が抜けないのか。自分が警察辞めてもう10年は経ってるぞ。ああ、自分だ。それとサーバールームに主犯がいる。すまんが、のしちまったんだよ。急いで人をやってくれ。おい、この件薬の横流しが本筋だ。裏社会とも絡んでる可能性があるから慎重にな。それで院内の方はどんな感じだ。ところで刑事さん、手術ができないとか言ってたけど、それは大丈夫だったの。よかった。春吉は優しい子だな。あ、今行くよ。春吉、ちょっとの間向こうに行ってるな。行ってらっしゃい。あのさ、僕の父さん気安く先輩とか呼ばないでもらえる。おい、春吉、確認したいことがあるからお前も来てくれ。今行くから待ってて。はい、ハロハロ、はるちゃんの今日のスイーツ部屋、パチパチパチ。今日はね、お出かけして帰りにスイーツ買ってもらったの。ガトーショコラとマカロン。このマカロンめちゃ可愛くない？ピンクと水色のユニコーンカラーでキュン。え、誰に買ってもらったって？まあパパに決まってるでしょ。春吉、今日もなんかやってるな。まああいつが楽しければいいか。冬美、春吉はいい子に育ってるぞ。時々すごく自分に似てるなって思うんだ。不思議だよな、血は繋がってないのに。そんじゃ、おや
休み。冬に春にし。いつでも私のことを守ってくれた。いつでも私のことを支えてくれた。さゆり、伝説のステンドガラスの下で私の本当の気持ち受け取ってほしい。おい、なんすか。なんだ今の。何がすか。さゆりって誰。さゆりって誰なんすかね。ロミオ君、今読んだ原稿、本当に世界探偵局 の次回予告かな。え、もちろんすよ。次回、白百合の少女学園、星空は囁いて。あれ、世界探偵局じゃない。